1994年5月20日、沖縄県座間味島の海岸で、ウミガメ保護事業の一環で浜を訪れていた住民が、女性の遺体を発見し、110番通報します。この発見された現場は、崖の下にあり、遺体発見場所は崖の下にある、宗師浜と呼ばれる場所でした。僧侶が死ぬ浜と、不吉な文字を書きます。その場所は、古くから地元の人から怖がられる場所で、女性の声がする、霊がいるなどと言われており、地元の人はほとんど近づかないような場所でした。遺体の周りには、睡眠薬、酒などが散乱しており、崖の上10メートルのところには、浴衣がきれいに広げられてかかっていました。島中に遺留品がばらまかれ、その中には、帯を短く切って結び目を作ったものや、穴の開いた千円札なども見つかったのです。警察が到着し、身元確認をいたします。そうすると、東京都港区の元会社員、谷内千春さん、当時29歳と判明いたします。谷内さんは砂浜から顔と手と足が出ている状態で、顔は真っ黒に日焼けしており、男性の下着、トランクスを履いていました。首を絞められた跡があったため、殺人事件として捜査本部を設置いたします。司法解剖の結果、死因は首を絞められたことによる窒息死だったと判明いたします。沖縄県、座間味島は人口約600人程度の小規模な島となっております。もともとは漁業で生計を立てていましたが、近年はマリンスポーツなどのサービス業が島の大きな収入源となっております。犯罪とは程遠い環境で起きたこの事件。真相は彼女がなぜこの島に来たのかが鍵となっていました。谷内さんは勤めていた会社の上司である部長の門脇康則、事件当時66歳と愛人関係となっていたのです。実に、二人の年齢差は37歳となっております。個人的には、情報として出ている、この66歳というのは、偽情報なのではないかと考えております。当時は、60歳が定年となっております。その後も働くことはできますが、天下りでなければ、部長職よりも低い地位となっていきます。そのことから、年齢のみ、フェイク情報に思えます。谷内さんと門脇さんは4月1日から2人で日本一周の旅に出ていました。京都から中国地方を回り、九州に入った後に、東海方面から東北、北海道へ行き、そこから南下をはじめ、沖縄に向かったのです。42日間で27カ所も巡っていました。この旅で宿泊費120万、交通費90万を使い、さらに電話で、親戚や親にお金を無心して、合計100万をもらっていました。当初は本名で宿泊をしておりましたが、旅の途中から夫婦を装って、偽名を使っていたのです。谷内さんと門脇は、5月12日に座間味へ入島します。5月14日に座間味のホテルをチェックアウトしており、その後の足取りが分かっていません。この間、ウミガメの調査をしていた人物が、谷内さんの遺体発見現場から800メートルほどの、朝日浦浜で2人を見かけています。島の住民には、動機もなく、その後に行方不明となった、門脇が怪しいとみて捜査をいたします。警察は座間味島から出る、船の乗船券を洗い出しましたが、門脇が島を出た証拠は見つかりませんでした。無理心中も視野に入れて捜査をしましたが、遺体も遺留品も見つかりませんでした。その後、門脇は同僚により3回東京で目撃されています。また、事件発生の1年後に、勤めていた会社に罵声を浴びせる電話をかけていました。秋田、角館にある門脇家の墓に花が供えられていることがあり、お参りする人は、親戚等にもいないことから、警察は門脇が供えた花と判断します。全国指名手配するも、2009年5月20日に公訴時効が成立しております。門脇は左目が悪く白斑化しており、生存していれば現在は失明している可能性もあるとのことです。では、ここからは、今宵の考察に移っていきたく思います。門脇は、170センチメートルくらいの、中肉体型です。白髪混じりの、完全に初老とも言える人物です。正直、それくらいしか情報を集めることができませんでした。門脇に家庭があったのかどうかも不明です。ただ、愛人関係だったという文言があったので、おそらくではありますが、別に家庭を持っていた可能性を感じます。そうでなければ、交際相手という表記となります。
また、女性の方も、元会社員との記載でしたので、旅に出る前に退社していたと思われます。では、退社というのは、旅行のために退社したのか、それとも、何かの理由によって退社したのかです。もしかしたら、それは、旅行の中にヒントがあるのかもしれません。途中で資金が不足し、親戚や親に、無心をしております。ルートに関しても、南に行ったかと思ったら、北に行ってから南と、計画的に回ろうとしているとは、少し思いにくいところもあります。そのことから、旅のために会社を辞めただけではなく、何かの理由で辞めたと思われます。事件の1年後に、自身のいた会社に暴言を吐く電話をしていたというのが、事実であれば、2人揃ってクビにされた可能性が出てきます。2人揃ってということは、不貞行為による、解雇なのか、自主退社の勧めかのどちらかとなります。人事をしていた時も、不貞行為を理由に、解雇され、再就職の面接に来た人物がいましたので、可能性はあるのではないかと思います。では、そんな2人の旅の目的は何だったのかです。ここからは、完全なる妄想です。おそらくは、現実世界からの逃避、そして、門脇自身も、家族に言えず、逃げたかったのではないかと思います。ただ、途中から資金も減ってきて、収入見込みもなく、いつまでも続けられないことから、徐々に煩わしくなった可能性を感じます。皆様の考察があれば、コメント欄までお願いいたします。はい、今宵でございますというようなところで、まあ、本当ね、この事件っていうのは大小問わなければ結構身近にいろんなところにあるんじゃないのかなというふうに考えておりますというようなところなんですけど、ちょっと語弊を生じる部分もあるのかもしれないんですが、ちょっと聞いていただきたいなと思います。多分ね、この門脇っていう人物は結構なイケイケキャラだったように思うんですよ。というのがね、その事件の1年後にこう会社に電話して罵声を浴びせるってなかなかやんないよね。相当気性の激しいというか狂った人物に思えるんですけど、まあ俺の人生どうしてくれるみたいな、そういうところだと思うんですけどね。でそういうタイプっていうのは本当オラオラ系の上司、もうこう意見をズバズバ言って自分の気に入らないことがあればもうバーって罵声を浴びせるみたいなね。で若い子からするとそういうのがなんか、あ、権力あるんだ、かっこいいって勘違いしちゃうこともあるんですけど、ただ同じようなね、こう大人からすればなんだこいつはと、まあとりあえず面倒くさいから合わせておこうかなっていう部分もあるんですよ。がゆえにね、その本当に66歳だったのかどうかは分かんないですけど、まぶたもちょっとたるんできて初老なんで、それで役員に慣れてないというところは多分そういう性格が起因して部長で止まったんじゃないのかなと思うんですけど、ただね、部長っていう職も素晴らしい職なんで、まあそこはね、一つ素晴らしいなと思います。ただ若い子からしたらそういうのがかっこいい、権力あるんじゃないか、キラッと輝いて見えるっていうのでリップサービスをしたり、そういうのが刷り込まれてこう接近してしまっ、まあなんていうんだろう、リップサービスみたいなことをしていたらこう上司からこう差し伸べられて接近してしまう、まあある話ですよね。でそれがこじれてこういう風になってしまったんじゃないのかっていう風に私は考えております。ただね、女性も女性でダメなところはあるんですよ。これはちょっともう本当誤解を恐れずに言いますと、だってその出口の見えない旅をしてたわけですよね。で途中お金の無心までやってるんですよ。まあ多分ね、この門脇に関しては家庭があったと思うんですよ。ずっと、まあ部長まで上り詰めたっていうことは、勤続年数は長かったと思うんです。それで、この程度って言い方もあります。まあ誤解もあるかもしれないですけど、部長職まで行って、この金額でお金がないということは自由になるものがなかったっていうことは家庭を持っていた可能性があるのではないかと私は思っているんですけど、そうでなく独身だった場合はね、逆
もっとやばいよね。何に使ってきたんだって話になるわけで、相当女癖悪いんじゃないのかっていうふうに思ってしまうんですけど、まあ多分家庭があって自由になるお金がその範囲だったんだろうというように思うんですけど、そんな状況の中でこう出口の見えない旅で金がなくなったというような状況で、なぜ逃げ切れなかったのか、途中でなぜ気づかなかったのかっていうところも一つちょっとねって思う部分もありますけど、まあ多分ね、もうその世界にどっぷり浸かってもう抜け出せない、こうなんて言うんだろう、底なし沼みたいなところにもうどっぷり浸かっていたのではないかというふうに思いました。でこれがね、大小問わなければ結構ね、ここまで行くケースは稀なんですけど、あるんじゃないのかなというふうに私は思ってるんですよ。やっぱりね、こう新卒で入ってきた子とかってリップサービスみたいな感じでね、こう小宵さんここはすごいみたいに来たりするケースもやっぱあるんですよ。でバカなやつがそういうので家庭持ちなのにちょっかい出しちゃって、で家庭を捨てて交際しましたと、まあ交際した末に家庭を捨てました、でも破局しました、結局残ったのは孤独ですっていうやつもいたんですよ。結構最悪ですよね。いやすごいなと思って。で他に、あ、それ2件か3件ありましたね。結構ひどいよね。でその他にもね、こうリップサービスしてくる人がいて、こうトイレに行った時にそこでたまたま居合わせて、なんか手掴んでくるから、ちょっとやめやめと、距離が近いよと言ってたら、こう人事の上司が来て、でその女の子が、こよいさんが近づいてくるんです、手握ってくるんです、ふざけんなよみたいなね、はめられそうになったこともありました。でも私はね、そういう会話もしない、でそういうことをしないっていうのをもうちゃんとみんな分かってくれていたんで、まあそんなわけないだろうと、でどうしたのっていうのを冷静に聞いてもらえたんで、全然問題なく終わったんでよかったんですけど、他の人はね、やっぱそういうのにハマってセクハラで裁判を起こしますっていう一歩寸前まで行って結構大問題になったこともありましたね。でももともとはね、それちょっともう本当お互いいい感じになってて、それがこじれて結果そういう風になったっていうだけの話だったんですけど、いやもう本当ね、やっぱそのなんて言うんだろう、人間としては対等なんだけど、会社に入ると役割としてどうしてもやっぱ上下っていうのが出てくるんですね。やっぱ先に入った方がある程度知っていると、で知っているからこう教えるっていうので、教える側とこう教えられる側っていうところで、こうどうしても役割ポジションの差っていうのが出てくるんですけど、それがそこにやっぱどうしても男女っていうのがいたりすると、なんだろう、そういう狭い世界の中で錯覚っていうのが起きてくるケースってやっぱあるんで、それのなんて言うんでしょう、最終形態というか、こう発展形っていうふうに思いましたね。まあそういう時こそやっぱりね、しっかりと現実を見て本当に人生を預けられる人なのかどうかっていうところも見ていく必要があるのかなと私は思います。本当ね、途中で気づくきっかけはいくつもあったと思うんですけど、ただもう底なし沼にはまりすぎてたというような気がしてなりません。皆様も本当気をつけてもらいたいなと思います。ではではでは、皆様の感想等あればコメント欄までお願いいたします。またお会いしましょう。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ちょっとね、
私事も入ってきたんですけど、ただ実体験として結構あったなっていう、思い返せばあったなっていうところがありましたんで、こういうふうにね、意外と 危ないぞ、身近だよっていうところでお話もさせていただきました。ありがとうございます。いや本当危ないよね、そういう世界って。まあ私はね、そういうのに巻き込まれないようにね、なるべく遠く遠くっていう風に、怖いからね。ではありがとうございます。